なんであんなにハワイって人気なんですか？私も学生時代バックパッカーから入りまして、どちらかというとアフリカ南米その秘境と言われるエリアを旅行しまして、会社で同じ質問したんです。で翌年からハワイ担当になりまして、ハワイの空港を着いたんですね左遷だなと思ってハワイの空港を着いたら、はい、風がすごい気持ちよくて、あ、なんかこういうバックパッカー上がりの人間でも受け入れるこの風なのかなって思うぐらい居心地よかったんです。わかんないんですよ。あそこだからなんですかね、海外に行くって感じじゃないですよね。本当に。いや、そう、日本人は日本語が通じるとか、はい、日系人が多いとかそういうところに安心するんだなっていうのはなんとなくわかるんですけど、でもあのビーチの砂だって他から持ってきた砂だし、はい、あ、そうですね、あのパームツリーだって戦後にね開発されて植えられたものだし、はい、なんかねフラダンス踊って花輪みたいなのつけられるのとか別にもともとあった習慣じゃないしみたいな、でもすごいよく作られてますよね、はい、作られてるんですけど居心地の良さでしょうね。気候はいいですもんね。気候いいです。僕笑い話があってですね、私ハワイ行ったことないんですよ。そうなんですか。現在なんです。あの地球のある方の社長がハワイ行ってないんですかって編集同じなんですよね、はい、え、なんあんなところ行ってなんか日本語喋ってる人ばっかりいるところ行ってどうすんのみたいなことを僕も言っちゃうんですけれども、違うんですよ。芸能人とかもなんでお正月とかにハワイ行くんだろうなと思って風が違うんでしょ。風が違う。もうなんかチヤフヤされたいのはあるみたいですよ、ね、はい、必ずテレビ局待ってるじゃないですか、うんうん、あとはやっぱりこの釈迦の文化がいいんじゃないですかね。なんかこうありがとうみたいな感じでみんなこの手をやりたくて言ってるのかなっていう。本当ですか。車乗ってて車乗っててあのちょっと道入れてって時とか前からこう手が出てきてこうシャカシャカシャカってこうやってるの見てあれちょっとやりたいと思っちゃう。俺なんか結構シンガポールとかタイとか、はい、そっちの方もうちょっと来ればいいのに日本人とかと思っちゃったりしますけど ね、タイとかもご飯美味しいしね、はい、ゾウにも乗れるし。私は個人的にはこっち方面です。こっち方面、はい、旅好きの人は今でもみんなが思ってるタイじゃないですからね。もうバンコク市内とかね、むしろめちゃくちゃ経済発展してますよね。日本よりランチ高かったりしますよ、ね、はい、あ、もうだから日本の地方都市よりは完全にバンコクの方が物価高いですよ。場所によりますけど、昔はねもう全然安かったんですよね、はい、だから今日本より安い国ってどこなんだろうと思うから。東京が一番安いみたいな感じしますね。いやでも本当そうですよ ね、 安いですね、はい、明らかにどの国も日本より豊かになりつつありますよと、うん、まあ、クロアチアはちょっと別ですけど、ね、クロアチアはまだ旧共産圏で割と物価まだ低いんですよ、はい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 、でそんなにまだ消費をしないというか、うん、はい、そういう国ですね。あの堀江さんのクルーザーで座礁したというのもあるんですけど、はい、あれは、はい、いや、それはあのダルマチア式海岸っていうのが有名なんですよ、はいはい、魔女の宅急便とかに出てくるようなオレンジ色に白い壁みたいなのがすごい綺麗な海岸沿いに、そのダルマチア式海岸なんで海峡が結構入り組んでるというか、だからすぐこうちゃんとウォッチしてないとやばいし、しかもそこでマグロとかタイとかなんかサバとかそういうのを畜養をやってるんで、あ、そうなんですか、イケスが結構あるんですよ、ね、たくさん、ね、はいはい、これはイケスにぶつかっちゃった、はい、イケスなんですよね。でこの船長ルーマニア人なんですけど、はい、出稼ぎに来てるわけですよ、はい、で自分のクルーザー持って、はい、でちょっとね操船が下手だったんですよ、うん、いやマジで座礁しました。これにて終了でございます。いらっしゃい。これにて終了でございます。いらっしゃい。これにて終了でございます。いらっしゃい。